はい、こんにちは、朝日です。今回は花嫁キャラだけのパーティー編成で遊んでいきたいと思います。はい、ここは普通にごこけししてタサル突破していきましょう。とはいえそこそこ火力出てたな。今 2way が入ったあれでシェアとか1800万ぐらい出てましたね。ここはちょっと回復を読んで光も読んでっていう感じで、よいしょ、 OK、 消すなよ。オッケー。花嫁ゼラのリーダースキル一応確認しましょう。光の全パラ 1.5 倍、指4秒延長、光2コンボで軽減8倍ということで、12倍出ますよと。12倍っていう数字は今の環境だと前線で戦えるギリギリのラインって言ったところなんですけども、やはりね、あのさすがのゼラ今4000万ぐらい単体で出てましたね。ゼラというだけあっても覚醒が鬼強いということで、その低倍率を感じさせない火力を出していくことができますね。そうですね、倍率と軽減の、条件がね、光2コンボっていうことで、その盤面に光が6個ないとダメっていうところが、まあ、ちょっと使いづらいところでもあるんですが、その軽減がなくとも全パラ補正と素のステータスが異常なほど高いんで、多少の攻撃は問題ないというところで、意外と安定感があると。でかつリダフレで8秒指が伸びているんで、パズルが苦手な人も安心といったところですね。まあ、ちょっとね、せっかく指が長いということを意識して落としの、ね、練習をちょっとしつつやっていこうかなというところなんですが、街の作り方がね、下手なんだよな。あ、これ闇がおかしい。まあ、ちょっとこれを機にしっかり練習していきたいと思います。で、そうですね。で、光が盤面に6個必要ということで、光を安定して供給しようとすると、あのね、光の目覚めがね、ちょっと欲しくなってくるところではあるんですが、このジューンブライトガチャ、なんと光目覚めスキルを持ったキャラが2人もいるじゃないですかっていうことで、エスカマリ、そしてシアトを両方ね編成していくことで、しっかりと光ドロップを確保しながら、駆け抜けていけたらいいなというふうに思っています。まあ、シアトに関してはね、先にちょっとアギダインを打たないといけないんで、一旦打ってからリチャージっていう感じにはなるんですが、これで待ちになってる？なってるね。うん。まあ、こういう感じで組めたらいいですね。OK。で、あとね、その以前のアップデートで泥強がめちゃくちゃ強くなったんで、見た目にはね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、エスカマリを入れることによって、その入れない時に比べて火力のアベレージがね、多分2倍ぐらい変わってきてるはずなんで、なんだかんだその12倍でも相当高い火力を出すことができるので、このパーティーね、一見ネタかと思いきや、おそらく想像以上に強いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ゼラはね、2体編成してるっていうところもあるんですけれどもね、まあ、だからその真面目に組むんだったら覚醒無効解除がね、ちょっと今回ないんで、そうですね、光を作りつつ覚醒無効回復できるやつがいいかな。そうですね、学園アマテラスとか、あとはおでんグデタマとか、まあ、あの辺をね入れてあげると結構いいね動きをしてくれるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとゼラがね、あの溜まりそうなんで一発だけ打ったんですけども、リーダーのゼラが2万じゃないわ、2億5000万ぐらい出てたんかな。でここでアギダインを打って、ここも光が6巻に突破していくと。そうですね、じゃあちょっと違う話もしたいんですが、そうですね、今回はちょっとジューンブライトということで、まあ、巷では結婚のね話題がよく飛び交う時期になっているんですけども、先日某人気声優さんが結婚するというおめでたいニュースがありましたよね。まあ、本当にめちゃくちゃ人気の声優さんなんで、もうみんなびっくりしてて、今オタク界隈が激震してるんですけれども、なんかそのネット記事で見た情報なんですけど、
その声優さんがね、付き合ってる声優さんが2年ぐらい周囲に交際してることを隠して、内密になんか付き合ってたみたいな、そういうことが書かれていて、まあ、なかなか事実だとしたら結構大変だなっていうふうに思いましたね。で、僕はその声優っていう職業に対してあんまり詳しくはないんだけど、なんかね、最近の声優さん本当にやってることがアイドルみたいだなって、そのアイドルと声優の境界がなんかすごく曖昧になってるなっていう風に感じますね。で、声優のなんかいわゆるアイドル営業っていうやつがあるんですか？アイドル営業っていうやつがあって、そのアニメキャラの中の人がキャラの声を演じるだけじゃなくて、その実際にステージに立って、例えば歌って踊るとか、その雑誌のグラビアに出たりとか、他には何かあんのかな、ちょっと僕にはあんまり分かんないけど、ちょっと待って、街が分かんないくそもうちょっとこの辺でうまくやりたいな。まあ、とにかくそういうことがまあ結構行われているようなんですけれども、そうですね、そのただそのアイドルって声優じゃなくてね、アイドルの方、アイドルはその恋人を作ってはいけないっていうルールがあるじゃないですか。あるっていうか、そのルールなのかな、その本当にルールなのか、それともなんか暗黙の了解的な感じなのか、僕はちょっとその辺はわからないんですけれども、その恋人を作ってはいけない業界に飛び込む、これってその相当人生を捨てる覚悟しなきゃできないことですよね。恋人を作らないって決めるってなかなか大変ですよ。そうですね、相当人生を捨てる覚悟が必要だと思いますね。その人を好きになることっていうのは人間としての生活を営んでいく上で避けて通れない道なんで、まあ、中には俺結婚とか恋愛とか興味ねえしっていう人いるかもしれないけど、まあ普通は大体の人はまあ興味あるんですよ。まあ、その前提で話すと、やっぱりそのなんだろう、そういう人間として当然の感情に抗いながら人前で仕事をするっていうのは本当にとんでもない苦労をね強いられると思いますね。なんかそのあと声優でそういう仕事をするっていうのはなんていうのかな、アイドルじゃないのにアイドルと同じ仕事、同じ立ち回りをしてまともな恋愛ができずに我慢して、苦しい思いをし続けて、でもその仕事を続けるって、これはねもうそりゃ病んでも仕方ないと思いますよ。よくあるじゃないですか。なんか声優が大変でもなんか心を病んで、その病んでるツイートをしてる人気の声優さんとかもいるじゃないですか。名前は出さないけどね。その僕みたいな、そのアイドルとか声優とか全然興味関心がない人間から見ても、いや、さすがにそりゃそうなるだろうって。あれ、行かない、これまずい、ゼラ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 、くっそ残念、そこもゼラだって言いたかった。これ倒しきれなくても一発はさすがに耐えれると思うんだよな。あ、光待ちにすればよかった。あ、来ないか、耐えろ。 OK、 でやっぱりね、まあアイドルもそうなんですけど、やっぱりね、30超えたら結婚していいと思いますよ、僕は。
うん、20代まではその若くてその綺麗っていうことをね売りにして、そのアイドル、なんだ、アイドル営業をしてファンに媚びを売って稼いでいく、まあ、ちょっと言い方悪いですけども、そういう売り方が別に僕はそんなに悪いとは思わない。もう今はそれが明確に売れる手段としてもう確立しちゃってるから別に僕は構わないと思うんですけれども、だけどやっぱり声優もアイドルも人間だから、まず人間であるということが前提なんですよ。なのでやっぱりそういう我慢を続ける仕事の仕方っていうのはやっぱり続かないっていうか、まあ、続けてる人もいるんだけど限界が来ると思うんで、だから30過ぎたらやっぱりね、だんだん見た目も老けてくるし子供も産みにくくなってくるんで、まあ、それでも我慢し続けてその路線で仕事するっていうのはもうなんかもう生きてる感じしないんじゃないかなって思っちゃいますね。うん、だからもういいよ、もう堂々と結婚しろって僕は思うんですよ。それでなんかごちゃごちゃ言ってくるファンがいたらそれはもう多分ファンじゃない。うん、そんなやつのことはでも気にしなくていいんで、まあ確かにね、仕事も大事なんだけど、自分をなんか押し殺してまでやるようなもんじゃないと僕は思っているんで、まあね、普段から僕働きたくないっていう話をしてるんでお前何様だよって思うんですけれども、思う方もいると思うんですけども、やっぱりね、その自分の感情を大事にするっていうのを前提に生き方っていうのを選んでいかなきゃいけないなっていうふうには思うんで、これは何を重きに置いて生きていくにしても絶対軽視すべきではない感情だと思うんで、本当に後悔しない選択をしてほしいですね。よいしょ。木も組みたかった。こんだけ指があって組み切れない。さあ、ゼラがリチャージした。こっからはジンで駆け抜けていくスタイル。シェアとか溜まりそうだな。もうちょっと打っちゃうかな、これも。どっか適当なタイミングで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 しかないので、シェアと打ちます。これが怖いんですよね、やっぱゼラは。待てよ、恒例でいいかな。いいよ、いい落ち込む。3億強いですね。これはその盤面でいけるかな。まあ打ってもいいけどね。まあ我々はね、そのアイドルとか声優っていうものを見て、なんていうの夢をもらってるんですかね。僕3次元の人間にあんまり興味がないんですけども、どうなんだろう、その我々ソシャゲーマーが例えば可愛いキャラクターを見て欲しいっつって何万何十万も課金しちゃうっていうのと同じ感覚なんですかね。だったらあんまり強く言えないんですけれども、まあ、それが売れる時代なんでね、なかなかアイドルも声優も大変だと思いますけども、自分を大事にするっていうのだけは忘れないようにしてほしいなっていうふうに思います。そしてね、結婚されたお二人をね、本当に幸せに、過ごしてほしいなっていうふうにも思いますね。いいでしょう。別に僕が何か言わなくても十分幸せになってくれると思いますけども、はい、そういう感じで、お前何様やねんという感じで喋ってしまいましたけども、クリアすることができました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。